ジャイアントワードは、ケープタウン出身のラップグループ、リードラッパーの忍者、サイドラッパーのよ、ランディ6ドルドル ER、DJ の DJ ハイテックの3人で構成されている。レーブに強く影響を受けたヒップホップが音楽的特徴であり、また、世界各地のフェスで行われる彼らの独特なパフォーマンスには、定評がありカルト的信者が多くついている。 アフリカーナーのプアホワイト文化である、ゼフを提唱した一組でもある。忍者とヨランディはチャッピーに本人の名前で主人公を強制的に教育するギャングを演じている。同映画を作ったニール・ブロム・カンプの映画のファンだともメイキングで語っている。ダイアントワードは2008年に結成された。彼らのデビューアルバムドル・オードルは彼らの公式ウェブサイトから無料で、 ダウンロードすることができる。ドル、オードルでは、ケープフラッツのラッパーであるガーリック・ブラウン、スカーリー・ワグ、アイザック・ミュータント、ジャック・ペーロ、そして、ヤック・パールが出演している。アルバムのカバーは、写真家のクレイトン・ジェームズ・キュービットが撮影した。2009年に、南アフリカの映画カメラマンである、ロブ・マルペイジが、共同監督の忍者と共に、シングル、エンター・ザ・忍者の、 ミュージックビデオを撮影した。ミュージックビデオでは、ケープタウンのアーティスト兼ターンテーブリストのレオン・ボータが出演している。9ヶ月後には、再生数は数百万回に至り、彼らのウェブサイトはトラフィック処理をするためにアメリカのプロバイダーへ変更することとなった。シングル、エビル・ボーイは、MIA の大ヒット作、ペーパー・プレーンズで有名なアメリカのアーティストディプロが、 プロデュースし、ゲストボーカリストのワンガによる、コサゴの死も含まれている。ワンガの死は、コサ人の通過儀礼を拒否し、活稽を行わない悪魔の子として生きることを決めるというものである。ミュージックビデオは2018年2月現在2800万回以上再生されている。ミュージックビデオの成功により、ダイアントワードは、インタースコープレコードとレコーディング契約を結んだ。 2010年4月にはコーチェラミュージックフェスティバルで彼らにとって初の国際的なコンサートを行い4万人を集客した。その後彼らはドル・オードルに支えられる形で海外ツアーを行った。EP 版5でチェリートリレコーズよりメジャーデビュー。ドル・オードルのインターネット流通やエンター・ザ・ニンジャが口コミで広まったことにより ボインボーイングと数々の有名ブログに取り上げられた。5にはダンスダンスレボリューションシリーズで有名なスマイル DK による楽曲バタフライの要素が含まれていた。5にはすでにリリースされているものに加え、新規のトラック一つとリミックス一つが含まれている。フィッシュペーストはプロモーションシングルとしてリリースされた。ピッチフォークメディアは2010年6月12日に すべての EP 音源をストリームで入手できるようにした。2010年10月12日、エクストラがベリーファンシー、スーパーエビルと同時にリリースされた。2010年末に MIA といったサイドショーのチケットが立て続けに売り切れたことや、彼らのデビュー曲であるエンターザ・ニンジャがマイスプリースの2010年ベストミュージックビデオ賞を獲得したことが広まり、彼らは ニュージーランドとオーストラリアにて2011年のビッグ、デイアウトに出演した。2011年11月、ダイアントワードは次にリリースするアルバムと、そのリードシングルである、フォークユラナイアスに関する葬儀により、インタースコープレコードとの契約を解除した。ヨランディは、インタースコープ側からより売り上げを伸ばすために、もっと一般的になるよう後押しされ続けたと、説明している。また、 もし他の人々と似たような曲を作ろうとすれば、そのバンドは常につまらないものになるはずだ。好きなことをし続けなければならない。結果が結びつけば、それは奇跡だ。そしてその奇跡を、ダイアントワードは起こしたのだ。とも説明している。ダイアントワードは独立レーベル、ゼフリコーズを設立し、そのレーベルから、ニューアルバム、テンドルイオンをリリースした。リリースには日本で、 ダイアントワードグッズを製造しているグッドスマイルカンパニーに加え世界各国にレコードの市場と販路を持つダウンタウンレコーズが協力した。テンドルイオンにはフォークユラナイアスの他にアイフィンク、ユーフリーキー、ベイビーズオンファイアそしてファッティーブームブームの3曲が収録されている。テンドルイオンに収録されているシングルが知られるようになり、ダイアントワードは アメリカのトークショーでのパフォーマンスに招待されたり、アレクサンドル・ワンが手掛ける広告に起用されたりなど、世界的に脚光を浴び始めた。それでもアルバムは多くの批評家に酷評された。テンドルイオンに続いて、シングル、XP ユーロ・エヌドル・フォードル・ H1T がリリース、された。XP ユーロ・エヌドル・フォードル・ H1T のリリースに、続いて、 6月から7月にかけて短いヨーロッパ横断ツアーを行った。ツアーを開始してすぐニューシングルクッキーサンパーの一部をリリースしミュージックビデオも公開された。ニューシングルのリリースと時を同じくしてニューアルバムドンカーマグのタイトルとリリース日が2014年6月3日であることが告知された。クッキーサンパーの ミュージックビデオは2014年6月18日、ノイジーの YouTube チャンネルで公開され、2018年2月時点で3100万回以上再生されている。2014年5月20日には、ドンカーマグからは2作目となる、ピットブルテリアのミュージックビデオが、ダイアントワードの YouTube チャンネルで公開され、2018年2月時点で3200万回以上再生されている。 2015年2月、ダイアントワードは、サイプレス、ヒルの DJ マグスと共に作品を作り始めていることを告知した。2016年5月19日、サックオン、ディスと題したミックステープをサウンドクラウドにてリリースした。ミックステープには、DJ マグスとゴッドの作品が含まれている。すでにリリースされている、デイズドコンフューズド、ブンブン、そして、 ディータフォンテーセとのコラボ楽曲、グッチクーチーも含まれている。ミュージックビデオの広告は2016年5月18日にリリースされた。ミックステープには、アイフィンクユーフリーキーフォークユラナヤス、そしてピットブルテリアといった彼らの以前の曲のリミックスも含まれている。2016年7月22日、アルバムタイトルが マウント・ニンジー・アンド・ダナイスタイム・キットとなることが告知された。2016年9月18日、マウント・ニンジー・アンド・ダナイスタイム・キットがリリースされた。2016年8月31日、アルバムからバナナ・ブレインのミュージックビデオが公開された。2018年2月時点で5100万回以上再生されている。 2016年12月16日、続いて、Fat f a d e ド・ Fuck Face が YouTube ではなく、微妙にて、リリースされた。2018年2月時点で120万回以上、再生されている。2017年の初め頃、ダイアントワードは、ソーシャルメディアを通じて、The Book of z e と題された最後のアルバムのリリース日が2017年9月で、あること。 そして直後に解散も告知された。アルバム収録曲のうちの一曲、ラブドラッグが2017年5月5日にリリースされた。歌詞は講座語、アフリカンス語、英語で歌われる。暴言や日本語では卑猥と受け取られる歌詞が混じっている。ものが多いがクールを重視しているため、音、独特の声と絡め、それが魅力の一つであるとも言える。ありがとうございます。